広島県に原爆が投下されてから今年で76年、8月6日8時15分に合わせ仲間らと黙祷を捧げる一人の女性、ね、今日のね、この青空を見てまずあの日の広島と一緒だわなと思って、まあ、最後お母さん助けてという言葉だけ残して死んでしまったんで、その人たちがね、何が言い残したかったかという、それをね、私が代わってね、伝えなければいけないな、ということをね、まあ、つくづく思ってきたこの76年でした。松江市に住む西尾幸子さん、89歳。広島県で生まれ、終戦となった1945年は13歳。女学校の1年生で、その頃のあだ名はさあちゃんです。しかし被爆者ではありません。13歳の友達はそのままで死んでしまって、いつまでも13歳ですけれども、私の耳には平和の中で生きたかった、もっと生きたかったという言葉がずっと叫びが聞こえているような気がします。あの日、さあちゃんは母の実家がある島根県に疎開していました。一方、爆心地近くで作業に参加していた女学校の同級生223人は被爆し、全員が亡くなりました。本当に生きられなかった人の思いをね、どうやって引き継いでいくかという、今は次世代にね、同級生の魂を後世に語り続けたい。さあちゃんは生き残った友人らの証言をもとに語り部として県内の小学校などで戦争体験を伝えてきました。しかし、原爆の話を語り部として話させてもらってた。ずっとずっと年取っていつまでこれが話せるかなという思いはね、やっぱり85過ぎた頃から思い出して、こうした問題は被爆者も同様に抱えています。というように、あの被爆者がの方がだんだん亡くなって被爆体験が失われているという状況です。堂前直行さん69歳、被爆者2世として県内の被爆者で作る協議会で事務局長を務めています。被爆者自身がもう高齢で平均年齢が89歳になっておりますので、まあ自らなかなか思いがあっても活動できないという状況で、まあ2世が手伝って活動を続けていきたいというような現状ですね。県内の被爆者は現在680人で、平均年齢は89歳と全国で最も高く、年々亡くなる人も増加傾向にあります。被爆者2世らの手助けなしでは活動が困難な状況です。協議会は県内の被爆者全員に向け被爆体験を語り継ぐメッセージを今回初めて募り、後世に記憶を残す活動を始めました。写真でもいいし、絵でもいいし、実はいくらでもいいし、もう被爆者の方が表現できる形で応募してほしいというふうに。8時15分、広島の街に原子爆弾が落とされました。着ていたものはほとんど焼かれ、皮膚まで剥けて真っ赤です。やけどで顔は2倍にも3倍にも膨れ、目はつぶれています。この日、多くの小学生たちの前で披露された朗読劇。さあちゃんの思いを後世に受け継ぐため、市民団体と協力し完成させた、さあちゃんと広島です。水をください。お母さん。
読む一言一言に行きたいと願った同級生223人の思いが紡がれています。行きたくても生きられなかった私の友達、火の中をさまよい、お母さんと叫びながら一人ぼっちで死んでいった私の友達。平和ってとってもいいものだよ。何気なく一緒に過ごしてる友達が急に亡くなったらとっても悲しいし、絶対に嫌だと思う。国の命令に従うだけだった13歳の戦争を振り返り、さあちゃんは子供たちに話しました。父親が初めからアメリカやイギリスが相手に勝てる戦争じゃなかったもんなって一言言ったんです。私はそのことを全然忘れません。みんなでやっぱり物の言える時代、自分たちで勉強して自分の考えを発表できる時代、そういうのがね、作っていかれたらと思います。原爆という悲劇の中、行ったもの、そして生き残ったもの、どちらの証言も消してはならない。